こんにちは、阿部寛です。というわけで今日も週に一度のお楽しみガチャコンの方をやっていきたいと思いますね。これがですね、この画面を見てもらえばわかるようにガッチャマン的なかっこいいヒーローもののガチャのはずなのに、なかなかそれが出ないと。まだ出てないんじゃないかな、一回もっていうくらい、いいのが出る確率がちょっと低いんですよね。コレクション見てみましょうか。これまでのコレクション見ますと、ほら、はい、まずケチャップ、ケチャップが一回出ました。あとは、はい、このロボット系に関してはね、まだ何も出てないです。で、一番右下のひよこ、アヒルのところは多分これスペシャル的なやつですかね。まだ何も出てないという、まあ正直このガチャコン2はよく考えたらまだ1回しか回してないです。他のシリーズガチャコン1とかデラックスはちょっと回してるんですけどね、2はまだ回してないので。ただこの2がね、1回100円で回せるから、いいかなと思って今日は2を重点的に回していきたいと思います。では行きましょう。ガチャコン、はい、この音がいいんだよね。ガチャッと、ガチャ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 、来い来い来い。なん、コブラツイストって何これ。だから何のキャラクターでもない本当に無機質な人間がコブラツイストをかけてる、またはかけられてるところ。だからなんでこのさ、ガッチャマンのシリーズでじゃあ必殺技のシーンとかを再現してくれればいいじゃん、なんでこれなの。ちょっともう早速わかんない。でもあと4回もいけんだ。いいね、1回100円だから。あ、来た来た、この、おもちゃつなげミニをゲットしましたって。だから、何のおもちゃこれ。ただの牛のフィギュアにしか見えないんだけど、なんかもうこれなんていうの、出てきた商品とタイトルがちょっと違いすぎませんか。何がつなげミニなの、これミニなんだ、そんなじゃあつなげミニじゃないやつは実物大の牛が出てくるのかな、よくわかんないけど、じゃあ行きましょう。はい、ガチャガチャ、はい、今度何出ただから背負い投げの、もう背負った後の最後叩きつけるシーンじゃんこれ、そもそもが。でさっきプロレスだったのに今度柔道、スポーツもバラバラなんだね。だからもう本当にヒーローの必殺技見たいからさ、こういうなんか泥臭い技とかじゃない方がいいんだけどね、俺の中では。かっこいいの欲しいな。はい、オトボックルベースだからなんでこの楽器なので、このさっきまでのプロレスとかの技はすごい無機質だったくせに今度の楽器すごい変な装飾してある、どういうこと。もうオリジナリティ出しすぎじゃない今度は。本当に一個くらい出したいよねこのヒーローグッズ。最後じゃんもう。え、ガチャキング出た出た、ガチャキングの右すねの部分出た。すねの部分だけだと何もかっこよくないけどね。